小田急一万系電車長野電鉄線系電車長野電鉄線系電車は長野電鉄の特急系電車湯煙の愛称を持つ愛称が表示された行き先表示器老朽化した2000系の代替として小田急電鉄で使用されていたロマンスカーの一万系非正を無償で譲り受けた車両である車例としてはまだ若かったが小田急電鉄では バリアフリーに対応できないとされ、廃車となった車両である。本形式の導入により2000系は、基本的に A 特急運用から撤退することになった。車体は、小田急時代の塗り分けを踏襲するが、計画の変更により、小田急時代にワインレッドであった部分については、長野電鉄の赤に変更されている。小田急時代に6号車に設置されていた。 冷房装置などのサービス機器に電力を供給する補助電源装置は2号車に設置された。これ以外にも、長野電鉄仕様として、新州中野駅湯田中駅間の急勾配に対応するためのそもそも即ブレーキの改造、降雪機に備えて、大雪ブレーキやドアレールヒーターが装備などが施行されているが、外観においては編成の短縮以外に、小田急時代と大きく変わるところはない。 全車禁煙。外観同様、車内設備も概ね、小田急時代を保っている。号車番号、設備多運転室、展望席、普通席、車掌室普通席、普通席運転室、展望席、普通席、車掌室展望席、S2 編成4車対5台車の連接構造で、小田急時代は11車対12台車であったものから一部の中間車を抜き、反編成化した。 なお4両家事に余った中間車については、譲渡されずに、小田急側で解体処分された。編成は以下の通り、運行開始当初は A 特急で限定運用され、B 特急では引き続き2000系を運用していた。しかし、2011年2月13日に2100系の運用開始を踏まえて実施されたダイヤ改正から、AB ともに運用されるように変更された。 同時に、運用前での普通列車への重当も廃止された。この結果、本形式としては、従前同様に、長野線全線の A 特急に用いられるほか、B 特急にも重当されることとなり、運用時間帯が拡大している。なお、2015年から運行している、のんびり号では本形式が限定運用されているほか、北品のワインバレー列車等の臨時列車でも、 優先して使用される。また2012年の八代線廃止時には、車両輸送時以来となる同線での走行が実施された。ありがとうございます。